そろそろいいわよ。それじゃあいただきます。いただきます。おほー、すき焼きなんて久しぶりじゃねえか。何言ってるの、先月もやったじゃない。あのなあ、あれは鶏肉だっただろう。牛肉じゃないとすき焼きとは言わねえんだ。そんな贅沢をする余裕うちにはありません。誰かさんが困ってる人から治療費なんか取れるかとか言っちゃうから、ま、別にいいんだけど。そういう言い方はねえだろう。もっと尊敬しろ、尊敬。はいはい。ほらタクル、お椀貸しなさい。よそってあげるから。あ、いいよ。ダメ、あなた最近ちゃんと食事してなかったんでしょ。遠慮なんてしないの。あ、はい、ちゃんと食べるのよ。ああ、うん。タクル兄、こっちにもお肉あるから。はい。もういいって。何？ナノ姉のお肉は食べられても私のは食べられないっていうわけ？お前酔っ払いのおっさんかよ。おい、ちょっと待てお前ら、もう肉ないじゃねえか。こういうのは早い者勝ちだっていつも父さん言ってるじゃん。言ってるじゃん。だからもうちょっと尊敬をだな。タクル、ユウト、お肉のおかわりまだ冷蔵庫にあるからね。たくさん食べて。おいこら。父さんは少し痩せないとダメでしょ。野菜食べなさい、野菜。俺はお前をそんな娘に育てた覚えはないんだがな。覚えがなくても育っちゃったんだから諦めて。タクル兄？タクル兄ってば。え？あ、何？お茶いるの？いらないの？さっきから聞いてるのに全然答えてくれないんだもん。ああ、ごめん。そいつのことだ。どうせまた難しいへりくつでもこねくり回してたんだろう。へりくつってなんだよ。僕はいつも理路整然と正しい思考。はい、ストップ。そんなこといいから、お茶は。ああ、できればマウンテンビューを。うちには置いてません。ん？ユウトったらどうしたの、ニコニコして。うん、やっぱりみんな揃ってた方が楽しいなって。のの姉ちゃんだってすっごく嬉しそうだよ。そう？そうね、そうかもね。
くそ、もう一回。ここから腕を伸ばして剣のイメージを固定化って。あ、くそ。タクル、入るわよ。あ、ちょ、ま、違うんだ。ユートに新しいヒーローの変身ポーズをだな。ユートはもう卒業したわよ、そういうの。え、ああ、そうだっけ。もし自分が本物のヒーローになれると思ってるならやめておきなさい。そんなこと思ってないよ。僕いくつだと。いくつになっても子供なんだから、タクルは。タクル、ちょっとそこに座って。いや、これから風呂に入ろうかなと。いいから座りましょうね。タクル、これは別にやましいことをするための訓練じゃない。能力のせいで狙われているのに、そうやってむやみに使おうとするのは逆だよ。もっとちゃんと使えるようになれば自分の身も守れるし、もしもの時は新聞部や青葉寮のみんなのことだって助けられる。だからそういうのは警察の仕事でしょ。今回の事件、いざって時に警察に何かできるとは思えないけど。クルスこそよく口にするじゃないか、僕らのことを守るとかなんとか。でも能力者が襲ってきたらどうするつもりなんだ。それは、ほら見ろ、やっぱり僕が能力を磨くしかないんだよ。ねえタクル、私はあなたのことをずっと見てきたわ。だからわかるの、あなたがこの先何を考えるか。この先？タクルはね、必ず自分を危険にさらすようなことをする。例えば自分の力で犯人を捕まえてやろうとか。なんだよ、能力者でもないくせに予知か。いつも言ってるでしょ、能力なんかなくてもね、タクルの行動は簡単に読めちゃうって。とにかくお願い、自分の身を守ることだけ考えてね、タクル。お願い。ああ。じゃあ、約束の指切りね。ええ。
嘘ついたら針を千本飲ますどころじゃ済まさないから。で、出なくていいのか。今はあなたと話をしているところでしょ。でも事件に関係あることかもしれないし。新庄さんだわ。もしもし、クルスです。はい、はい、ええ、いいえ、来てません。だいたいこの家を知らないはずですし。え、タクルゴ？山添さんって子、知ってるわよね。ああ、例の病院の地下室から助け出した子だよ。その子がね、行方不明なんですって。え？タクルが連れ出したりしてないかって。そんなわけないだろ。今日はクルスたちとずっと一緒だったじゃないか。そうよね。ちょっと貸してくれ。新庄さんと話したい。あの子がいなくなったって誘拐されたんですか？警察がついててどうして？いや、電話でも言ったけど、そうじゃなくて。でも彼女がいなくなったのは事実ですよね。ちょっとタクル、やめて。どうしたの？悪い。とにかく誘拐とかそういうんじゃないんだ。いきなり姿が見えなくなってしまって。だからそれが誘拐されたってことじゃん。それはないわ。だってこの部屋には私と新庄ちゃん、それに美代ちゃんの3人が一緒にいたんだもの。彼女をソファーに座らせて、俺たちはこっちで話をしてたんだよ。で、ふとソファーを見たら彼女がいなくなっていた。トイレとかじゃないんですか？まあ先に探したよ。でもどこにもいなくてね。それどころか窓やドアすら開けた形跡がない。考えられることは一つだ。彼女はギガロマニアックスだからな。能力を使って自分で出て行ったんだろう。能力？テレポーテーションとか
そういう。よくわからない。わからないって。ああ、彼女、俺たちの質問にほとんど応じる様子がなくてね。能力に関しては久野里さんが探ろうとしたんだが無駄だった。そもそも瞬間移動だとすれば、とうの昔にここを抜け出していたはずだ。だがあいつはそうしなかった。ただ浮き君は少し特殊なようだ。今回はそれにやられたらしい。特殊？私ね、少し前から考えていたのよ。浮きちゃんを一度どこかの児童養護施設に預けた方がいいかもしれないって。それでさっき新庄ちゃんと美代ちゃんに提案したら、心よく OK をもらって。俺は OK なんか出してませんよ。私もです。ちょっと黙っててちょうだい、こんがらがっちゃうから。とにかく OK をもらったの。それで私はウキちゃんを連れて駐車場に降りて車に乗せようとしたわけ。知り合いの施設に相談してみようって。じゃあ彼女を連れ出したのは百瀬さんじゃないですか。という夢を見たんだそうだ。は？夢？違うわ、あれは絶対にあったことよ。だってウキちゃんの手の感触とか車のエンジンをかけた感覚とか全部リアルに残ってるもの。けどウキ君を自動車に乗せようとした途端我に返ったんですよね。そしたら百瀬さんは事務所の中にいて俺たちと話をしている最中だった。ええ、そうなの。俺たちは児童養護施設の話なんて提案されてないし、浮き君と百瀬さんがここから出ていくのも見ていません。百瀬さんとはここでずっと話をしていただけです。間違いありません。うん。なのに浮き君は部屋からいきなり消えた。あの、どういうことですか？よくわかりません。多分それが山添浮きの能力なんだろう。彼女を捕獲したら改めて調べてみよう。浮き君の行き先ですけど、宮代君たちが知らないとなると、あとはあそこしか考えられないですね。私も今そう思ってたところ。もしそうだとすれば少しばかり骨が折れるな。どこなんですかそれ。君もよく知ってるところだよ。あの子の元の家だ。え？まさかそんな。うん、ふきちゃんたらね、あそこへ返してくれの一点張りだったのよ。あんな地獄みたいな場所に一体なんで。さてな、とにかく厄介なことになる前に取り戻さないとな。ねえタクル、し、見つかったらどうするんだよ。
新庄さんたちに任せないとダメよ。それじゃダメなんだ。山添雨季って子は僕が見つけて青葉寮へ連れて帰る。え？どうして？彼女、今の久野里さんには渡せない。ドクル？あの子は苦しい実験から解放されて、やっと地下から出られたっていうのに。もしここであの子を見放したら、また同じことの繰り返しだ。またこの場所で誰かを見捨てることになってしまう。昔僕は、クルスの親友だった南沢千里を見捨てて逃げた。それを今でも後悔してる。あの山添って子も、実験の犠牲者だ。だから今度こそ僕は助けたい。そんなことくらいで、南沢千里が許してくれるとは思わないけど。でも助けたいんだ。来る。あのね。え？本当は、千里は。彼女のこと、何か知ってるのか？おい、クルス。ごめんなさい。気が動転してしまって。千里はね、渋谷地震で死んだの。あなたのせいじゃないわ。絶対に違う。クルス。だから、タクルが責任を感じ続ける必要なんてないの。忘れていいのよ。ね。今。クルスは何を言いかけて、何を言いやめたんだろう。来た。クルス、向こうが動いた。大丈夫か？行けるか？え？ああ、うん。ごめんね。ちょっと千里を思い出しちゃって。でも、もう平気よ。本当はここで待っててもらいたいんだけど。何言ってるの？あなたのことを心配しながら待ってるなんて、こっちからお断りよ。だと思った。あそこから入るつもりだな。
やっぱりもっと訓練しとくんだった。くそ、落ち着け、大丈夫だ、落ち着け。よし、見えた。クルス、ちょっと脳を使わせてもらうな。どうぞっていうのもなんか変だけど。悪い。調子に乗らないの。これだから私がついてないとダメなのよ。今だ。え、すまない、ちょっと早かった。ううん、こっちこそごめん。もっと運動が得意ならよかったんだけど。鍵開けられるの？多分。クルス、もう一回。いや、何回かやるよ。悪いけど。構わないわ。そのために来てるんだから。大丈夫か？うん、実はちょっと閉所恐怖症がね。でも平気、気にしないで。平気ってすごい汗だぞ。まさか傷が痛むのか？おい、クルス。平気だから、ほら、急ぎましょう。ああ。もうちょっとだ。あと少しで例の部屋だから、我慢してくれ。ええ。
ない。誰もいない。誰か返事して。今までよく頑張ったね。でももういいの。だからお家へ帰ろうね。大丈夫？変わりましょうか、タクル。いいよ。もう目の前だから。だから変わるって言ったのに。運動音痴に任せたら落っことすかもしれないだろ。失礼ね。そこまで言われるほどひどくないわ。それにタクルよりマシだと思うんですけど。はいはい、わかったよ。その子のこと、父さんに。あ、うん、そうね。この子の家族は一体どうしたんだろう。本当の家は、学校は。父さん、今上がってくるって。うん。この子、捜索願いとか出てないのかしら。新庄さんの話だと、今のところ該当するデータはないって。そう。やっぱり、渋谷自身のせいかもしれないな。わかってるのは名前だけか。せめて手がかりでも持っていればいいんだけど。ノノネ、タクル兄？何かあったの？え？まだ寝てなかったの？二人とも。
寝ようと思ってたら、のの姉たちの声が聞こえたから。あの、大丈夫？また喧嘩とかしてない？大丈夫よ。私たち喧嘩なんてしてないから。本当？だったらいいんだけど。ウキちゃん？え？どうしてウキちゃんがここに？ゆい、知ってるの？この子のこと。うん、多分。あ、でも待って、そんなはず。ごめん、私の勘違いかも。いや、勘違いじゃない。確かにこの子はウキって名前で。だっておかしいよ、昔のままの姿なんて。そんなの絶対に変。昔のままって？ウキちゃん、私のクラスメートだったんだよ、小学校2年の時の。もう一度整理するぞ。名前は山添雨季。年齢はユイと一緒だから13もしくは14歳。うん。小学校2年の時にユイと同じクラスだった。だが渋谷地震の少し前から学校に来なくなり、その後どうなったかはユイも知らない。そう。で、彼女はその頃、つまり6年前と見た目が全く変わってないとユイは言うんだな。うん、絶対に変わってないと思う。一応証拠も見つけてきたんだ。これ、どう思うよ、タグル。他人の空にっていう感じじゃないの？ウキちゃん本人だよね、やっぱり。となると成長ホルモンの異常かな。みんな、ウキちゃんが起きたわよ。本当？おう、連れてきてくれ。ちょっと父さん？ん？おう、じゃないわ。ウキちゃんの前でそんな声出しちゃダメよ。もっと優しく。これで普通の声なんだかな。いいから優しくする。はい。ウキちゃん、さ、入って。ウキちゃん、おはよう。わからないよね。6年前の私しか知らないもんね。ほら、これ私だよ。立花ゆい、覚えてる？立花
ユイさん。思い出してくれた？はい。お久しぶりです。もう、同級生なんだから、敬語とかやめてよ。でも。うん、決まりだな。そうだね。けどすごいよ。まさか本当にユキちゃんだったなんて。ユキちゃん、ちょっと話いいかい？はい。何か遺伝的な病気とか言われたことは？成長が止まってしまうとか。その、よくわかりません。すみません。じゃあ、君の背が伸びなくなったのはいつか覚えているかな？ユイと同じクラスだった頃はどうだい？すみません。それもわかりません。でも、私、地震があってから、なんか変になって。そうか。あの地震の後だね。はい。はあ。やっぱり PTSD で成長ホルモンが、いや、あるいはターナー症候群みたいな染色体異常って可能性もあるが、こればっかりは然るべきところでちゃんと検査をしなきゃわからんな。ユウト、そろそろ行かないと学校遅刻するわよ。そうだよ、ユウ。大丈夫、すぐ行くよ。これ、あげる。ありがとうございます。こら、ユウ、ウキちゃんは年上なんだよ。そういう言い方はダメでしょ。年上？どうしたの、ウキちゃん。はい、なんだか不思議な気分です。こういうことに慣れていないので。こういうことって？こうして家族が集まってみんなでお話ししたりです。君の家族はどうしたんだ？私が小さい時に私を先生たちのところに置いて行ってしまいました。君はそれからずっとあの地下施設に？はい。どうして、逃げなかったんだ？お母さんに
どこにも行くなと言われたので。そんなのひどい。この子は僕と同じだ。君はあそこで実験の被害者、いや、みんなの世話をしていたけど、それはなぜ？地震のせいです。地震で先生たちは病院からいなくなってしまいました。皆さんのお世話をしていた看護の人たちもです。だから代わりに私がお世話をするようにと病院から言われて。学校はどうしたんだい？君が今着ているのは碧峰学園の制服だろ。年齢から考えて中等部に在籍してると思うんだが。碧峰学園？私たちが通ってる学校よ。ウキちゃんはうちの生徒なのよね。これお友達が着てたものです。友達？はじめ地下で皆さんのお世話をしていたのは私だけじゃなくて、もう一人同じ年くらいのお友達がいました。時々この服を着ていて、私可愛いねってずっと言ってたんです。ああ、もしかしてその子、君と違って外から通ってきてた？はい。なるほど、碧峰の生徒だったのはそっちの子か。彼女最初は私と一緒にお仕事をしてたんですけど、だんだん具合が悪そうになってお休みも多くなってきて、そしたらある日これをプレゼントしてくれたんです。自分にはもう必要ないから代わりに大切に来てねって。だからこのお洋服は私の大事な宝物です。いつも綺麗にして着ています。それじゃあ君が老人を連れて外を。タクル、一度にいろいろ聞くのはやめましょう。あ、ウキちゃん辛いこともいっぱいあると思うし、また夜にでもね。そうだよな。それに朝ごはんだってまだだものね。お腹すいたでしょ？いえ、私はそんな。父さんもそれでいいかしら？ああ。なあ、ウキちゃん。このお姉ちゃんはちょっと辛いが、飯だけはうまい。上で食べてくるといい。父さん？あ、これチョコレートもう一個あげる。ありがとうございます。じゃあ、あの山添雨季って子、今青葉寮にいるのか？ああ、この先どうなるかわからないけど、なんとかしてやりたいとは思ってるんだ。けどまさかゆいちゃんの同級生とはな。
うん、驚いた。でもまあ良かったんじゃねえの。良かったって？ゆいちゃん喜んでたんだろ。ああそういうことか。確かに。何がおかしいんだよ。いや、お前口ではなんだかんだ言いながら結構大事にしてるからな、今の家族のこと。そんなんじゃないって。照れるなって。お前にとってもいいことなんじゃねえの、そういう存在がいるってことは。僕は別に照れてなんか。っていうかそんなことどうでもいいんだよ。ほら早く部室行こう。小野や有村や和樹にも山添のことを話さなきゃ。というわけで今山添雨季って子は青葉寮で保護されてる。大活躍だったんだね。うん。いやそれほどでも。ダメよセリカ、カズキ、あんまりおだてるといい気になってまた無茶なことするから。しないって。けど気持ちいいっすね。今頃新庄さんや久野里さん悔しがってますよ。ざまあ見ろです。プップップ。有村は前から知ってたのか、山添のこと。ええ、まあ電話でちょっと話したくらいですけどね。彼女フリージアでは肝心なことはほとんど喋らなかったみたいですよ。多分久野里さんたちを怖がってたんでしょうね。まあそうだろうな。それに比べてあの子、宮代先輩の前では割と素直だったみたいですね。先輩ってとぼけた顔して実は女の子の扱いがうまかったりするんですか。違うよ、クルスとユイがいてくれたから。当たり前じゃないですか。何本気にしてるんです。気持ち悪いですよ。おい、お前どういうつもりだ。どうって。あいつは重要な証拠なんだ。てなことをするな。
ちょっとやめてください。暴力反対です。僕は無理にあの子を連れて帰ったわけじゃないです。何？彼女はうちに来るのを望んだんです。あなたたちのところには行かないって言ったんですよ。大体証拠って何なんですか？彼女は物じゃないです。実験動物でもないです。だからあなたには渡せません。何も知らないくせに、貴様。やめなさい、タクル！大丈夫？うん。ありがとう、セリ。もうやめてください、久野里さん。お帰りください。ここは部外者がいていい場所ではありません。あなたが何のつもりで、うちのタクルやウキ、それから有村さんにひどい仕打ちをするのかは知りません。でも、私はそれを許しません。お前の許可などいるか？今実際に見ただろう。能力者は危険な。今すぐお引き取りください。ちょっと待ってくれ。ストップだ、ストップ。どこへ行ったのかと思えば、やっぱりここか、久野里さん。
俺に任せてくれと言わなかったか。あんたの悠長なやり方では大切な証拠が消されてしまう。焦るのはわかるが、物には言い方というものがだな。申し訳ない、クルスさん。俺たちは何も揉めたくて来たわけじゃないんだ。じゃあ何の御用ですか。そう怖い顔をしないでくれるかな。なあ宮代君、君の言いたいことはわかる。昨日ウキ君を連れ去ったことも別に責めたりしない。確かに俺たちが間違っていたかもしれん。だから今日はちゃんと頼みに来た。ウキ君と、あとできれば君と有村さんも叱るべき場所で一度検査を受けてほしいんだ。はあ？新庄さんこそ頭の中見てもらったらどうですか？はーい、私喜んで実験台になりますなんて言うとでも思います。話は最後まで聞いてくれ。これは本当に君たちのためなんだよ。実は今しがた佐久間先生に相談をしてきたんだ。父さんに？君たちはその久野里さんのやり方が気に入らないんだよな。だったら佐久間先生の友人の病院ならどうだ。おい、何を勝手に決めて。久野里さん、わかるだろ。そうしなきゃ彼らは検査になんて応じないよ。ちゃんと君も同席させるから。ということでどうだろうな、宮代君、有村さん。なんでも佐久間先生、以前は大学の医学部で准教授をしていたらしいじゃないか。父さんが准教授？知らなかったな。ただの変なおじさんだと思ってた。おいおい、まあ、あのルックスじゃそう思われるかもしれないけど。佐久間先生の友人なら信頼できると思うんだけどな。どうだろう。私はどっちにしても嫌ですよ。そう言うと思った。でもな、有村さん、佐久間先生の話だと君らの能力は身体に対して良くない影響を与えているかもしれないそうだよ。え？山添宇輝君に会ってくるといい。あれで14歳というのは明らかにおかしいと思うんだ。なあ、宮代君。ウキ君に関しては絶対に精密検査をすべきというのが佐久間先生の意見だ。そのついでに宮代君と有村さんも異常がないか見てもらったらどうだろう。まあ人間ドックだと思えばいい。それでもダメかな。少し考えさせてください。ああ、それで構わない。まだオッケーしたわけじゃないですよ。もちろん。あの、うん？
父さんが必要だと言うなら検査を受けてもいいです。けどその途中でもし久野里さんがその山添や有村を実験動物みたいに扱ったりしたら。僕だって怒ります。能力を使ってその検査なんかできないよう、めちゃくちゃにしてやりますから、覚えておいてください。タカ、おいおい、ダメよ、何言ってるの。了解だ。検査中は俺が注意をしておく。それでいいだろ。それじゃあ部活中のところお邪魔したね。あっといけない、もう一つ大事な話があったんだ。久野里さんのせいで忘れるところだった。何でしょうか。宮代くんと尾上さん、あと伊藤くんにちょっとね。私ですか。俺何も悪いことしてないっすよ。してないです。君たち病院の地下へ不法侵入したじゃないか。あれはですね、というかそれを言ったら新庄さんや久野里さんだってその通りだ。だから今のは冗談として。冗談になってね。本気でびっくりしちゃったよ。聞きたいことっていうのは実はその地下施設のことでね。久野里さんの話だと施設の PC に南沢千里という女の子のデータがあったというんだが。久野里さんは君たちも一緒に見たと証言してる。覚えはあるかな。はい、見ました。データは確かにあったんだね。はい。そうか。ならこれを確認してほしい。証拠品でね、実物を持ってくるわけにはいかなかったんだが。どうだろう、同姓同名の別人ってことはないかな。久野里さんはこの子に間違いないと言ってるんだが。間違いないです。俺もそう思います。私も。そうか、ありがとう。あの
その子、南沢千里さんがどうかしたんですか？昨夜、そうだな、ちょうど君が浮君を青葉寮に連れて行ってしまった頃か。新鮮駅付近を警ら中だった巡査2名が連続放火事件の容疑者らしき女を発見した。え？っていうと、私たちを襲ったパイロキネシストですか？あ、君らの証言や有村さんに協力してもらった似顔絵と特徴が一致していたそうだ。何よりも火を使ったらしいからね。逃げられたんですね。職務質問をしようと近寄った途端にやられた。一人は重度の熱傷で今病院の ICU にいる。もう一人の巡査は女を取り押さえようと揉み合いになった。結局彼も手足を焼かれ重傷なんだが、その時女が落としたのが。は？それって宮代を襲った犯人がそのってことですか？クルス、先輩、大丈夫？ええ、ごめんなさい。ちょっとめまいがしたものだから。座ってろ、副部長。うん。ありがとう。クルスさん、もしかして君も南沢千里のことを何か知っているのか？あの、新庄さん、そのことは。平気よ、タクル。でも千里は渋谷地震の被災者として慰霊碑にも名前が刻まれています。犯人であるはずがありません。そうですよ、あの地震の犠牲になったんだろうって久野里さんも言ってましたし。クルスさん、よく話してくれたね。ありがとう。彼女の死の記録が事実かどうかは今警察で再調査を進めている。その状況次第では申し訳ない、改めて署の方で話を聞かせてもらうかもしれない。構いません。何かの間違いだと信じてますけど。君の友達を疑いたくはないが、因果な商売でね。犯人の正体はともかく、宮代君と有村さん、君らはまた狙われる可能性がある。用心だけはしていてくれ。やっぱりそうですかね。君たちは能力者だとバレてしまったんだ。何かあったらすぐに連絡を。24時間いつでも構わない。あと南沢千里の件に関しては警察から正式に発表があるまで外部に漏らさないでくれ。真偽がはっきりするまでマスコミあたりに騒がれたくない。頼んだよ。
南沢千里か。うん。確かに、似てたな。ID カードにあった子供の頃の写真と、有村の証言の似顔絵。それじゃあ僕らを襲ったのは、いやでもそんな、なんかもう少し情報らしきものがあればな。あ、もしかするとあの子なら何か知ってるかもしれない。あの子？ああ、悪いが、スマホ貸してくれ。お前、まだ新しいの手に入れてないのかよ。もうじき買うよ。サンキュはい、青葉委員です。もしもし、父さん、僕だけど。あ、おお、タクルか。どうした？あのさ、山添さんなんだけど、今どうしてるかなと思って。ああ、今診察室のベッドで点滴をしてる。軽い栄養失調が見られてな。お前が言うように、かなり劣悪な環境にいたんだろう。今って電話に出られるかな？眠ってはいないから大丈夫だとは思うが、ちょっと待ってろ。ちょっとタクル兄、ウキちゃんは治療中なんだから邪魔しちゃダメだよ。お前の大声の方が治療の邪魔じゃないのか。ああ、いいから山添さんに代わってくれ。大事なようなんだ。あとじゃいけないの？これ絶対に内緒な。できればクルスには聞かせたくない話なんだ。お前も黙ってろよ。わかった、待ってて。もしもし。ああ、急にごめんな。具合良くないのか？大丈夫です。私は平気だと言ったんですが、佐久間先生とユイさんが心配してくださって。そっか。あのな、もしかして南沢千里ってってこう知ってたりしないか？はい。南沢千里、記録によると渋谷地震まで君と同じ施設に通っていたはずなんだ。年齢は6年間だから12歳くらいかな。南沢千里さん。そうだ、どんなことでもいい。彼女について何か覚えていることはないか？
会ったりお話ししたことはないです。でも何度か治療室に入っていく姿を見かけたことがあります。あの子は私よりも辛い治療をしてるって、だから私も頑張るようにって先生に言われました。ごめんな、嫌なこと思い出させて。いいえ、私はそれが嫌なことだとは思っていませんでしたから。そっか。他に何か覚えてることはないか。あと、そうですね、南沢さんは随分と足が悪かったみたいです。足？はい、私が見かけた時はいつも片足を引きずっていて、先生に支えられるようにして